皆さんこんにちは、こんばんは、みさみさこです。本日は10年間住んだ家からどれだけ失うお金が出てきたか数えちゃう回でございます。まあ、ご存知の方もそうじゃない方もいると思うんですけど、私本当に部屋がずっと汚くて、部屋を掃除するたんびにお金がたくさん出てきたわけですよ。なんでそれを拾って所定のところに置いておく、それは貯金をする意思があるお金だということで、意思のあるお金と呼んでいたんですけども、まあ、今回なんと引っ越しまして、新居から初めての動画投稿になるんですが、そのお金を数えていきたいと思います。いでよ意思のあるお金。いやこれじゃん。こんな感じです。めっちゃ重い。前にお掃除した時に出てきたお金です。これも、はい、あー出ました、1万。こんな感じです。数えます。ではまずお札から3万円出てきてんのよ、この段階で。これ実は信長なんなんで、掃除してた時にディレクターさんが、あの3万出てきたんですけどみたいな。いやこれぶっちゃけ掃除したら発見したもの、人のものなんです、それ意思がないんですよっていう話をしたんですけど、さすがに怖いんでって言われて、あの意思のあるお金にしてくれました。台湾行った時のお金だわ。だから外貨っていうのがあるのね。外貨、あ出ましたね、こうアマゾンギフトとかクオカードもある。ギフト券の、ギフト券有効期限2017年12月26日さよなら。この財布も、これ多分旅行用の財布なんで、あ、現金入ってますね、入ってます。自分のだらしなさが身に染みるわ。田中商店、綾瀬にあるラーメン屋の階段無料券。ちょっとさ、こういうのよ私。あのこれが父に帰ろうとしてるお金ですね。あの輪ゴムで靴つけて、なんかネックレスが出てきましたね。ちょっとつけますね、なんか可愛いんで。ネックレスアップデート、イエーイ。ちょっとね、半分も終わってないんですけど、スペースが足りなくなりそうなんで、ちょっともう並べていきますわ。五円玉の人たちです。皆さん、五円玉の方々お集まりください。はい、こちらです。ただいま五円玉の皆様を募集しております。震える、なんかもうちょっとで終わる、全然終わんないんだけど、まだ控えてるんだけどさ、ここにまだ5円控えてるんだけど、なんかここにあるお金を全部分類できるってだけでちょっと震える手が。で、500円玉ね。500円玉はさすがに、ちょっと待って、もう一個500円玉あったら、あのこれ5000円ですね。よし、なんか整理できた。もうくっついてんのね、これ何？100円と100円の間にね、1円挟まってんのよ。これ取れんの？あ、取れた。何でくっつく？お金ってね、ちょっと。はい、10円玉の皆さんの番でございます。どうぞお集まりください。
10円玉さんも見るからにね、神々しく銅でございますので、お集まりいただければと思いますよ。10円玉さんです。10円玉の皆さんね、見るからにたくさんありますので、どうぞお集まりいただければと。はい、10円玉の皆さんね、はい、10円玉の皆さん、5円玉さん少々お待ちください。はい、順番にお呼びしております。とちょっと一旦ね、スペースが埋まりましたんで、先に数えさせていただきますね。順番の皆さん、ご協力ありがとうございます。お待たせしました。五円玉の皆さん、お集まりください。わー、我々の番だ。わーわー、はい、ごめん、五円玉の皆さんね、どうぞどうぞお集まりください。100円玉。なんか南極地域観測50周年記念、すごい、これ裏が。はい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 、イエ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 イ、ふふ、1バーツ、そして100円から50円、君たちはそこにいてくれたのね、チャララロン、チャタタタタ、1枚ずつ分別をすると、あなたの軽さに気づいてしまうわ。やっぱりあなたはアルミなのね、あなたはアルミだから、やっぱり軽いのね。それを私左に受け流す。もうちょいですね。あとこいつとこいつです。ということで、10年分の小銭たちを並べ終わってません。これなんだよ、これ、これどうやって開けるんだろう。ああ、下に書いてあるかも。取り出す際は破片によるケアに注意しながらハンマー等で割ってください。なんや、ハンマーなんてうちには。ということで、ハンマーを探したんですけれども、なんと、ありました。で、こいつをね、叩かなきゃいけないんですけど、このままここでやったらわーってなっちゃうので、袋を2、3重にしてバコバコやってみたいと思います。3、2、1最後のお金になります。この中に入ってたお金たちは、ただ箱に入ってた人たちだから、綺麗です。関西国際空港開港平成6年。これ裏が
光景すごくない？いきたいと思います。発表します。汚い部屋で10年間過ごしたら、その部屋から出てきた意思のあるお金はなんと136,219円です。やばない？13万出てきたんだけど。初めて大掃除した時のお金の残りは混ざっています。で、その後に2人来てくれて、2万円出てきたりとかいろいろしてるんですけど、それは本当にもう拾った人のもの、そこに意思はないので、彼女たちが本当に持って帰っています。なんで純粋に、これは意思があるお金です。ということで、2021年本当にいろいろありましたが、私はとりあえず一つ終わらせました。以上です。チャンネル登録、高評価お願いします。そしてコメントたくさんいただければ幸いです。また別の動画でお会いしましょう。みさこでした。バイバイ。マジか。10、え？